です。エマです。ミシです。カネです。お願いします。今日はみんながおすすめするヘアケアアイテムを紹介していきたいと思います。普段私たちもね、髪の毛には気を使ってると思うので、よく質問とかもいただいてたので、そちらを一人ずつ紹介していきます。それでは、ゴー！はい、まず私が紹介するおすすめのヘアケアアイテムは、まずはドライヤーとコテはこちらを使ってます。じゃん、ヘアビューローの 4D プラスっていうものを使っているんですけど、もうこれはずっと使ってて、もうほんまに美容師さんにおすすめしていただいてから、もうこれ以外使われへんぐらいめっちゃいいです。なんかこうストレートアイロンとかも、普通の市販のものとかやとやったらやっぱりどうしても髪の毛が傷んじゃうんですけど、このヘアビューロンはアイロンを通しても髪の毛を傷まなくて済むというものなので、すごいおすすめで、今 7D が出てるんですよね。で、今私は 4D プラスを使ってるんですけど、それよりもすごいグレードの高いものも売ってるんですね。7D プラスとか、これなんて読むんやろ、 27D プラスとかになるともうめっちゃいいんですけど、値段がね、ドライヤーで11万ぐらいしちゃうので、ちょっと欲しいけど渋ってます。全部揃えたらすごいね、お金がかかっちゃうので。でもやっぱりドライヤーとコテとかって毎日基本使うものやから、いいものを使うのがおすすめです。で、オイル系、まずお風呂上がりにこう乾かしてて、ほぼ乾いた状態で、このじゃん、リファロックオイル、ヘアスタイリングオイルっていうものをなじませて、最後また仕上げに乾かしたら、すごいまとまりが良くなるもので、こちらもずっと使ってます。こちらはスタイリングとして使っているリルのオーイット、2つとも私がいつも行ってるアトロで購入できるもので、こっちのリルに関してはアトロさんが作ったもので、匂いもめっちゃ良くって、まとまりもすごいいいので、こちらをずっと愛用してます。で、お風呂の時に使うものがこちらのリファのこのブラシ、こういうものなんですけど、まずシャンプーして、こうこの櫛で溶いて泡をこうね、なじませる、で乾かす、トリートメントとかした後もこちらのブラシでしっかり溶いてあげる、もうそれだけでね、私これ使い出してからすごい髪質良くなったなと思うので、ぜひ使ってみてください。リファのブラシです。あとお風呂上がりに使うもので、もう一つミルク、こちらじゃん、ケイティのミルクを塗ってます。こちらもすごいおすすめなので、ぜひ使ってみてください。それでは次の人にゴー。はい、次は私が説明していこうと思います。まず私めちゃくちゃブリーチもうで、ブリーチを多分3、4回ぐらいやってて、ブリーチやって黒染めして、ブリーチやって黒染めして、なんで結構ヘアケアをしないと髪の毛バサバサになっちゃうんですけど、ブリーチモンの人にもおすすめなアイテムを3つ今日は持ってきました。じゃあまず1つ目が、前も紹介したんですけど、じゃん、ナンバー6のボンドスムーサー。これ、美容師の方に勧めしてもらったんですけど、ブリーチ毛の人は結構ドライヤー乾くのに時間かかったりとかするんですけど、これつけたら乾くのが早くなったりとか、髪の毛サラサラになったりとか、枝毛ができにくくなったりとかするよって言われて使ったんですけど、めちゃくちゃ良くて、もうこれ3個目ぐらいです。めっちゃこれめっちゃいい、おすすめです。なんか髪の毛長くて乾きにくい人も使ってもいいと思いますけど、注意なのがつけすぎたら結構ベタって髪の毛がなっちゃうんで、結構ちょっと乾かしてからつけて使うのがおすすめです。
次がトリートメントが、じゃん、ビオリスのボタニカルウォータートリートメント。これはお風呂の時に使ってるトリートメントなんですけど、ママが買ってきてくれてめちゃくちゃ良くて、トリートメントってこってりしたイメージがあると思うんですけど、こってりしてるよりも何ウォータータイプなんでサラサラで、多分ブリーチ毛の人水分をすごく吸収しやすいんで、こういうウォータートリートメント、サラサラ系のトリートメントの方が髪の毛にトリートメント吸収されてサラサラになるんじゃないかなと思います。私もこれ使い始めてから結構髪の毛サラサラになったんでおすすめです。次にそれとたまにじゃーん、このジョンマスターのヘアマスクを使ってます。めちゃくちゃ良くて、オーガニック、ほとんどがオーガニック成分やからめちゃくちゃいい。これおすすめ。ちょっと値段これに比べたらすごく倍ぐらいの値段するんですけど、なんか自分へのご褒美とかに買って週1とかで使うのがおすすめです。香りもめちゃくちゃいい匂いなので、よかったら使ってみてください。あと私がちょっと昨日も使っちゃって手元にないんですけど、じゃーん、リファのタオル、これお客様からいただいて、結構頻繁に一つしかないから1週間ずっと使うとかはできひんけど、結構ずっと使ってる、いただいてからずっと使ってるんですけど、なんかお肌にも髪の毛にも優しいタオルをいただいたので使ってます。乾きやすいし、髪の毛もなんかブワーってやっても何傷みにくいんかなと思って愛用させていただいてます。はい、私のヘアケアのおすすめのアイテムはこんな感じです。それでは次の人へ GO。 はい、次は私のおすすめのヘアケアを紹介していきたいと思います。まず一つ目がじゃーん、こちらがリファのヘアドライヤーなんですけど、これがこんな感じで折りたためるようになってて、旅行先とかでも私はこれ持って行ったりするんですけど、これが勢いがめっちゃすごくて、前まで普通の美容室で買ったドライヤー使ってたんですけど、それより本当に勢いがすごくて、このドライヤー使い始めてから結構乾くスピードがめちゃくちゃ速くなりました。これ使ったらすごい髪の毛がサラサラになってまとまる感じで、ツヤも出てるなっていう感じがしました。個人的にはこのドライヤーに買い替えてからめっちゃ髪質は良くなったかなって感じます。続いてリファのアイテムなんですけど、じゃん、こちらがリファのヘアブラシなんですけど、こちらがお客さんにいただいたやつで、もういただいてから毎日このクシを朝晩使っているんですけど、こんな感じでこう間隔がすごいちょっと大きめに開いてて絡まりにくい感じで、個人的にはこのブラシはめっちゃ好きです。結構コンパクトなんで旅行の時とかでもこう締めれるようになっているんで、持っていきやすいし持ち運びもしやすいんでおすすめです。ありがとうございます。じゃん、次がこちら、こちらがお風呂上がりにつけるヘアトリートメントになるんですけど、これをつけてその後にいつもこのオイルをつけるんですけど、スプレータイプなんで結構簡単につけれるようになってます。これつけてから乾かすとドライヤーの熱から髪の毛守ってくれたりするよって言ってたんで、私はもうほんまに毎日これを持ってます。あとお風呂で使うシャンプーとトリートメントは全部こちらのリラというところのアイテムを使ってるんですけど、いただいてから使い始めたんですけど、もう本当に良くて、そっからずっとリピートしてるんですけど、これもめっちゃいい匂いで、こんな感じでめっちゃいい色種類があるんですね。このシャンプーとトリートメント使い始めてから結構髪もそんなにバスバサってならないし、すごいまとまりが出たなって感じます。先ほどちょっと紹介したんですけど、これはこのトリートメントをつけた後にいつもこのミルクタイプをつけるんですけど、これもポンプタイプになってるんですごい使いやすいし、
個人的に匂いとかもめっちゃ好きです。もしかしたら嫌って感じる方もいるかもしれないんですけど、友達とかは結構これめっちゃいい匂いって言ってくれます。はい、こんな感じで私のおすすめヘアケア紹介でした。それでは次、はい、最後は私の紹介をしていきたいと思います。私はまず毎日使っているヘアケアトリートメントがこちら。よく動画で出てくると思うんですけど、ケラスターゼのトリートメントとオージュアのトリートメントを使ってます。両方も結構使っちゃって、こっちとかもカラカラなんですけど、こっちはもともとずっと昔から使ってて、ケラスターゼのオイル結構値段が4000円ぐらいでちょっと高いんですけど、その分匂いもいいし肌触りもサラサラになるので、値段以上って感じで、お金なんかちょっと買うこと今月買うもんないなとか、そのお金にちょっと余裕がある時に買おうかなみたいな感じで買ってます。結構1本あれば持つのでめっちゃ良いです。とこちらはポップアップの時にお客様からいただいたんですけど、このオージュアのトリートメントが、私もともと違うのを使ってたんですけど、これ使ったらめっちゃサラサラになって、それから毎日使い続けてもうほぼないです。こんな感じです。夏希さんがくれました、ありがとうございます。次もじゃん、こちらジョンマスターのクシを毎日使ってます。こちらもお客様からもらったんですけど、名前入りでプレゼントとかにもおすすめだよって言ってました。クシもともと全然もうほぼ使わないぐらいだったんですけど、髪短かったんでもう乾かしながら手ぐしでやってたんですけど、このくし使い出してからめっちゃサラサラになりました。めっちゃ可愛くてビジュアルも可愛いし、サラサラになるのでよかったです。こちらさっきあかねちゃんが紹介してくれてたのなんですけど、じゃん、お客様からもらったのんちゃんからまたタオル持ってきました。私も全然タオルとかもカラカラのもう何回も使ったような普通のタオルで髪の毛こうやってやってたんですけど、もうこのタオルのあることすら知らなくて、もらった時に調べて、すごーってこんなんあるんじゃんと思ったんですけど、めっちゃ私の家のあるタオルの2倍ぐらいふわふわです。こんな感じで、感じでリファのタグもあるのがめっちゃ可愛いです。こんな感じで、なので私も洗って、まだなんかもったいなくて数回しか使えてないんですけど、どんどん洗って使っていきたいと思います。ありがとうございます。私ヘアケア商品はお客様からいただいたものばっかめっちゃいっぱい使ってて、お客様のおかげでたくさん髪の毛がサラサラになれています。それでは私の紹介が終わったのでエンディングに GO！ はい、いかがだったでしょうか。こんな感じで私たちが普段使ってるヘアケアアイテムの紹介でした。この動画がいいなと思ったらいいね、コメント、チャンネル登録、無断転載お願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。